お疲れ様です。どうしたんですか？急に呼び出されたんで来たんですけど。普通に公園ですよね。何にも駐車場に車いないんですけど。楽しいですか？ここ楽しくなるの？本当？何もすることなさそうだけど、今日は何するんですか？プレゼント？いつも頑張ってる私にカメラマンさんからプレゼント？ミニカーですか？ラジコン？あ、これラジコンなんだ。ラジコンって動かすやつだよね私やったことないんだけど。ラジコンするの今日。イニシャル D、 そういえば最近やってなかったけど、毎回カメラマンさん負けてたもんねまだわざとって言い切るんだ。じゃあ今日はちょっとあまねこ初めてのラジコンってことだね。車じゃなくてラジコンっていうのがピンとこないけど、まあ、物は試しにやってみますか。ラジコンか。でもラジコンならいろんなとこ突撃しても大丈夫だし、ワンチャン壊れてもまあまあまあ許せるか。でも無茶な走行ができるのがいいよね。はい、じゃあ早速挑戦してみたいんですけど、今回はこちら京商さんのラジコン使っていきたいと思います。カメラマンさんが結構使い込んでるやつっぽいんで、ちょっと小傷が目立つんですけどね。で、これが Bluetooth でつながってるようなんですけど、最近はあれだね、昔のラジコンをイメージするとどっちもアンテナがついててっていう感じだったから、最近のラジコンは進化してんだね。まだ私動かしたことないから、完全に初心者だからやってみます。とりあえずやってみます。はい、それじゃあ初走行やってみたいと思います。まずはここのロングストレート走れるかな。これ行ってみますか。よし、まあ、直線走るだけなら私でも大丈夫でしょう。はい、ちなみにですね、今回は屋外で使用してるんですけど、この子実はですね、室内またはカーペットがあるところでの使用を推奨されてますので、良い子は真似しないようにお願いします。はい、それでは早速初走行行きたいと思います。3、2、1、ゴー。おー、ほい、あれ、お、待って、コースアウトした。ちょっと待って、救出します。どうしよう、4パッパくんでこんなんなったらもう死にたくなりそうあ、え、難しくない？おー、ほー、またコースアウトした。おー、おー、まっすぐ走れたぞ、やっと。これって練習すればちゃんと自分の思う通りに走れるようになる？ラジコンって子供のおもちゃだと思って舐めてたら結構難しいね。じゃあ次はあそこぐるってベンチの周り走ってみたいと思います。ちゃんと走れるかな、すごい不安が残りますが、まあとりあえず挑戦です。いざ、3、2、1、ゴー。お、あー、あー、待って、逆行っちゃった。あー、逆、あー、どこいるか見えない。あー待って、ベンチに隠れてどこにいるか自分が分かんなくなっちゃった。後ろから走ってついてったらいいんですかね。あー、ごめんね、ごめんなさい。後ろからついてっていい？低速走行このフェラーリ V12 のはずなんですけど、こんな低速走行するフェラーリ、この車ぐらいなんだろうな。ちょっと待って、ここにミミズがいるんだよな。ミミズに当たらないようにだけは気をつけたいと思うんだけど、ミミズを一回転したいんだ。あー、あー、戻れなくなっちゃった回れなかった。あー、回れた。あー、回れ。あー、難しいな。これ見てる人からしたらなんでこんな下手くそなのって思うかもしれないんですけど、やってみると結構難しいんだよ、これが。ぜひ体感してみてほしい、この難しさ。普通の車の運転とは全然違うよ。あーあああああ、死んじゃった
こう。おーうまい、カメラマンさんうまい。あーマジか。こんなうまくできるようになる気がしないんだけど、お手本がうますぎる。8の字何回できたら合格にしてくれる？2回でいい？じゃあ2回頑張るよ。はい、じゃあマネコリベンジいきますか。やばいね、真剣すぎて無言になり始めるっていう。あーちょっと下手くそな8の字だけど、なんとなくできなくもないようになってきた気がするのは私だけ？奥が深いね、ラジコンは。円を描くだけでも難しいもんだな。もうダメ、全然できないんだけど。うまくない？なんでこんな上手に回せるの？ひどい、攻撃してくる。それセクハラって言うんだよ、知ってる？逮捕されるよ。私もこうやって操れるようになりたいな。後ろがついてくる、怖いよ。いやー、草むらにダイブ。いやー、はいはい、復活です。なんで追いやるのよ、ひどいひどい、やめて。そう、結構遊んでたら普通に時間経っちゃったよね。でもね、ラジコン奥深いな。全然うまくできなかったから、これちょっとこれから練習しなきゃな。いや、本格的にちょっとやってみたいなと思ったりもしましたね。なんかラジコンとかってさ、なんだっけ、ドラえもんとかでさ、スネ夫とかジャイアンが遊んでるような、そういう子供がやるようなイメージだったから、普通に大人でも難しいし、なかなかうまくできないから、ちょっと今後極めれるように頑張ってみようかな。練習頑張ります。そう、ドローンも最近入手したから、ドローン使って動画撮ったりとかもしてみたいんだけどね。ラジコンの私のこの下手くそさを見たら、ドローンぶっ壊しそうで不安だな。いつかドローン使って撮影してみたいんだけど、不安が残ります。まあ私がこのラジコンの操作に慣れたら、ドローンに挑戦してもいいのかな。あと最近なんかコメントとかで、誰々さんとコラボしないんですかとか、この人とコラボしたら面白そうですみたいなコメント結構もらうんですけど、コラボするときにこのラジコン使うのとかありかな。だって車系 YouTuber だから車で勝負だなんてできないじゃん、 YSP の世界じゃないからさ。ってなったらラジコン勝負もありかなと思ったりもするんだけど、まあそのためには私が練習しないといけないんだけどね。すごいボロボロになっちゃいましたね。あんだけ飛んでたらそりゃこうなりますよね。本物のフェラーリにこんなことできないんで、まあやっぱラジコンならではって感じだね。カメラマンさんごめんちょ。はい、ということで今回はこちらのラジコンを使って初めてのラジコン遊びやってみました。いや結構難しかったな、本当。私が下手くそすぎるのかなと思うんですけど、でも皆さんも一回やってみてくださいよ、結構難しいんだからね。あんまりバカにしないで。いや、勝手にたくさん批判コメントが来たっていう想定で話してしまったけど、まあでもこっからねちょっと練習してみたいな。もっとうまく手足の上に動かせるように頑張りたいと思います。あまねこラジコン企画が今後スタートするかもしれません。はい、ということで今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思いましたらチャンネル登録、
高評価ボタン、あとコメントも忘れずにお願いします。じゃあねー、バイバーイ。イエーイ。ワイスピみたいな激しい走りができるのがいいね。